ちは。こんにちは。じゃあ続いて、はい、外野手どんどんいっちゃいましょう。今日はね、うん、どんどん行く。どんどん行きたくないですか。どんどん行きましょう。どんどん行きましょう。どんどんな、はい、外野手秋山さん。秋山浩二ね、はい、どんな印象をお持ちですか。なんかさ、うん、何でもできた人じゃないかなと思うよね。極端なこと言えば、うん、ピッチャーでもキャッチャーでもできたような人なんじゃないかなって思うよね。で最初サードでデビューしたんだけど、はい、やっぱこう身体能力を生かすという意味で、まあ、バッティングも含めてね、はい、外野手に行ってからもう抜群だったよね。もうあの足の速さもあるし、はい、肩も強いし、で内野手出身だから取ってからも速かったし、素晴らしい選手の一人だよね、本当に。監督も やってね、ソフトバンクの、はい、まあ、優勝も何回もしてるし、指導者としても、うん、だから我慢強い選手かなっていう思うよね。我慢強い選手、うん、打てなくても打てても、うん、ずっとなんかこう我慢をして、やってるというさ、うん、調子のいい時に我慢する必要はないんだけど、はい、特に調子が悪い時なんかはずっと我慢をしてたという、そんな印象があるんだよね。入団が本当に近いんで、ジュニアオールスターの時とか一緒に戦ったりとかしたんだけど、やっぱ高校生から入ってきて高校生離れしてたよね。体も体つきが、うん、まあやっぱでかいしね、はい、タッパはあるし、すごい選手になるんだろうなっていうふうには思ったけど、まあ、その通りになってくれたね。予想通り、予想以上に、すごく温厚だしね。性格はじゃあ性格は温厚。そうなんですね、うん、もう声を荒げるっていうことはそんなにない、まあ、ああいう人がやっぱこう我慢強い人がやっぱ監督になっていくんだよね。俺なんかなれないもんね。我慢強くないということですか。我慢強いのかな俺って。我慢強くはないと思う。我慢強くはない。いやもう先々行くタイプだから。そこでじーっとこう戦況を見つめてっていう、仕掛けるタイプ、ね、そうですね。恋愛でもそうですもんね。そうかな。仕掛けるタイプ。仕掛けるタイプですよね。そうかな。もうポン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 先行くからね。先行くタイプ。まあ皆さんの記憶にあるのは日本シリーズで勝ち越しのホームランを打って、うん、バク転ね。はい。バク転。ね、一見地味かなと思うんだけど、うん、まあああいうこともするしね。はい。で大きいのが打てて率も残せて、うん、盗塁ができて、はい、三冠王を取れなかったのは不思議なぐらいの選手だと思う。うん、ですね。なあ。はい、なんかそんな感じがする、うん、身体能力の塊というね、そういう選手だったね、はい、そう。続いてセンター松井。松井さん、松井はさ、はい、なんかベールに包まれてるというかさ、はい、どういう性格なのかっていうのが分かる、はい、見えてこない部分ありますけど、あるよね、はい。まあ、投手は終わりなんでしょうけど、ちょっと控えめと言いますか。そうだよね、うん、印象ありますね。一回取材にアメリカ行った時にさ、ヤンキースの時ね、うん、練習が終わってからっていうようなことは広報から言われて、うん、でずっと待ってた、まあ、待ったって言っても、まあ、30分ぐらいかな、うん、で松井が現れた時に、あ、だからすいません、わざわざ来ていただきましてって、まあ、お待たせしましたって、はい、もうちゃんと挨拶してくれたの。あ、もうそれからファンだ。いや、単純、いや単純なことでファンになるだろう。そうですよね。いや、ちっちゃいきっかけがね。いや、例えばさ、はい、来て、あ、すいません、お待たせしましたとか言う、うん、言うだけだったら、はい、それ誰でも言うよ、はい、でも遠くまでお越しいただいてって、ね、ありがとうございます、ちょっとお待たせしてすいませんでしたって言われるとさ、待った時間なんか吹っ飛ぶよね。恋に落ちちゃいました。恋に落ちるような感覚だよね。本当ですね。うん、あ、そんな方なんですね。あ、だから一時が万事そういう人なんだよね。きちっとしてる方なんですね。プレーもさ、俺がファーストやってる時に松井が立ったんだよね。お、怖かったね。怖かったですか。やっぱ迫力あった。お、プロの選手ってどこでも飛んでこいみたいな感覚じゃないからね。やっぱ松井みたいなパワーヒッターが立つと、はい、これ強烈に引っ張ってきたらって想像すると、はい、やっぱちょっと恐怖を感じる時ってあるんだよ。あ、でね、一塁手ってファーストにランナーが出ると一塁ベースにつくでしょ、はい、で距離が近くなるじゃん、よりバッターボックスと、はい、あんまり怖いなって思った選手はいないんだけど。あ、そうですか。やっぱね、唯一松井はやっぱ嫌だなと思う。どんな打球飛ばしてくんだって。怖い、嫌だなってすごい顔してました。いや、嫌だなっていうのはある。うん、でもファーストに行って、来たら
ちゃんと挨拶するしね、うん、まあ別にする必要はないんだよ試合中だから。あ、そうですね、だけどこんにちはとか言って、しっかり挨拶してくれてさ、あ、こういい子だなと思ってさ、ね、頑張れよもついとか言ってたら、はい、はい、頑張りますとか言って、まだういういしかったけどね、でアメリカ行った時にはもう立場に逆転して、お待たせしましたみたいな、ね、なんかちょっと上から言われたりでもその人の良さっていうのはすごく、いやだからもうジェントルマンだよね、うん、あ、うん、ジェントルマンって言葉すごくぴったりハマりますね。隙がない、なんか、うん、でね、やっぱ運も兼ね備えてるね。運ですか、うん、はい、50本をさ打てるか打てないかって言った時に、うん、パーンと打ち上げたサードフライを相手の三塁手がポロッと落としたの、はい、その後のボールだもん50本打った。うわー、だからそういうね、やっぱこう野球をやるために生まれてきた人なのかなっていうふうに思うね、感じさせてくれた人だね、はい、まあ、ぜひ日本のプロ野球界に何かの貢献でね、はい、まあ、ものすごく貢献はしてくれてるんだけど、やっぱもう一度やっぱりユニフォームを着た姿を見たいっていう人いるよな。もちろんな、ね、もう背中なんか畳1畳あるんじゃないかっていうぐらい。そんなにないですよ。いやいや、でかい、感じるよ感じる、オーラが違うんですね。あ、ぜひユニフォームをね、着てほしいと思いますね。さあ、じゃあ最後、はい、ライト、イチローだ、イチローさんです。俺がさ、日本ハムに1年間在籍した時に、イチローがデビューしてきたんだよね。お、ちょうどその時だったんですね。その年に200本打つわけだけどさ、うもうね、止めらんないもう、ミーティングするわけ、内野手は内野手、俺その時レフトやってたんだけど、とにかく内野安打だけなくすか、はい、それともヒットコースを潰しに行くか、うん、で悩んでるわけ、で前ボテボテってくると、はい、ほとんど足が速いから内野安打になるわけ、でもそれを気にしてたら前進するでしょ、そのボールを意識してたら前進するから、はい、守備範囲が狭くなるわけ、そしたらヒットで抜かれるわけ、はい、どっちをするっつって、ずーっと内野手が頭抱えて、あ、相手チームを悩ませる選手だったんですね。そうそう、じゃあもうとにかくヒットコースを潰しに行こう、で後ろに回ったら内野安打が増える、そしたらピッチャーが嫌がるんだ、いや内野安打だけはちょっとやめてくれと、もうちょっと前守っていいから、そしたら芯に当たった打球がほとんど抜けていくわけもうほとんどっていうイメージだからね、200本打つ人って。そうか、200本ですもんね。ああ、いやだからそういうので悩まされた選手の一人だよね頭を抱えた選手で、外野手って、はい、じゃあこっちかこっちかって言ったら、なんかね、俺の印象では逆逆飛んでくるんだよね。だからポジションを見て打ち方変えてんのかなって思うぐらい、はい、で守備も守備範囲なんていうのさ、東京ドームでレフトの人間が当時、はい、東京ドームが真っ白で汚れてないから、ボールと天井の色が重なってボールが見失うんだよ。わでレフトが見えないって言った時に、はい、センターがバーッとイチローが入ってきて、はい、取ったからね。おー、すごい、すみたいな、外野手一人でいいんじゃないのっていう。守備範囲広い。いや広いんだよ。肩も化け物だったね。すごい選手ですね。決してね、恵まれた体ではないと思うよ、うん、どういった点で。やっぱり華奢だしさ。そうですね、細い。でも筋肉はついてるよ、だけど華奢だしさ、はい、そんなにスタミナ回る方には見えないじゃん。見えないですね、一見、はい、でもやっぱ精神的なスタミナが誰よりもあったね。へこたれないという、ハートの強さですか。それとやっぱり一郎で学んでほしいのはさ、はい、ルーティーンを一緒にする、カレーの話知ってる、聞いたことあります。毎食カレーを食べる、昼、はい、で毎日同じローテーションで、これなんでか分かる？なんでしょう、その生活の中の乱れをプレーにこう引きずらないように。まあそれもある、それもある、でもカレー以外のものを食べて、打てなかったとしたら、食べたものが 悪かったんじゃないかというふうに、はい、そっちに責任を転嫁してしまうと。だからルーティーンを一緒にして食べるものも、はい、で打てなかったら自分のどっかに悪いところがある、責任を自分に与えるために同じルーティーンを取るという話を聞いたことがあるんだけどさ、わあ、すごいよね。ゾワゾワしちゃう。すごいよね。すごいですね。だからまあそこまでストイックにならないと、あれだけの成績は収められないのかなと。
でまあ責任の転嫁だよね、食べ物を相手のせいにはしない、自分のルーティンを守って、うん、自分の責任として、うん、責任の所在は自分に置くということができる選手なんだ、だからいろいろイチローには勉強になることっていうのがたくさんあるよね、うん、まあ、イチローも日本に帰ってきてやっぱりユニフォーム姿見たいよね帰ってきて、ね、いろいろ学ぶ点が ね、まあ、たくさんあるし、アマチュアの資格復活、なんとかっていうのを取って、ま、あれ何だったっけね、アマチュア復活制度の、うん、を受講して、その許可が下りたんだよね、うんうんうん、だからアマチュアの人たちにも広く、はい、一郎はなんか教えていきたいという夢があるんじゃない、素敵、まあ、素敵だよね、ねえ、まあ、いろいろね、うん、まあ、応援していきたいと思いますね、本当ですね、はい、はい。